ハワイの昔話、プリンの塩加減。昔昔、アメリカの田舎町にプリン作りの上手なシンプソンおばさんがいました。ある日、シンプソンおばさんはパーティーを開いて、みんなにとびっきりおいしいプリンをごちそうすることにしました。シンプソンおばさんは火を起こすと、プリンをコンロにかけました。あとは焼き上がるのを待つだけね。あ、そうそう、お客様が見えるのだから、この間にお掃除をしましょう。シンプソンおばさんは窓を拭いたり床を掃いたりと大忙しです。しばらくして、シンプソンおばさんはあることを思い出しました。いけない、プリン作りに大事な塩を入れ忘れたわ。シンプソンおばさんのプリンが美味しい秘密は、ほんのちょっぴり隠し味として入れる塩です。甘いプリンに塩を入れるの？と思うかもしれませんが、これがないとプリンが美味しくできません。シンプソンおばさんはプリンに塩を入れようとして、自分の手が汚れているのに気づきました。あら、お掃除で手が真っ黒ね。そうだ、長女のスーに頼みましょう。シンプソンおばさんには3人の娘がいました。一番上がスー、2番目がセイリー、3番目がリルです。シンプソンおばさんは自分の部屋にいるスーに頼みます。スー、プリンに塩を入れておくれ。私の手は真っ黒だから。ダメよお母さん、私パーティーで着る服を縫っているの。そう、じゃあセイリー、お願いだからプリンに塩を入れて。ダメ、リルにさせてよ。私今パーティーに履く靴に油を塗っているんだから。そう、じゃあリル、お願いだからプリンに塩を入れてね。私もダメ、今お気に入りのリボンを探しているの。パーティーにはあのリボンをつけると前から決めているの。みんなに断られて、シンプソンおばさんはがっかりです。やれやれ、自分で入れるしかないのね。シンプソンおばさんは手を洗うと、自分でプリンに塩を入れました。さて、プリンに塩を入れたシンプソンおばさんが掃除に戻ると、リボンが見つかったリルが台所にやってきて、プリンに一つまみの塩を入れました。リルが出て行った後、靴に油を塗り終わったセイリーが台所にやってきて、プリンに一つまみの塩を入れました。服を縫い上げたスーも台所にやってきて、プリンに一つまみの塩を入れました。こうしてシンプソンおばさんのプリンはとても塩辛くなってしまいました。その夜、パーティーに集まったお客さんたちに、シンプソンおばさんは切り分けたプリンを配りました。さあお待ちどうさま、まずは神父さんからどうぞ。はい、ありがとうございます。こんなに美味しいプリンが食べられるのは神様のおかげです。神父さんは口を大きく開けると、パクリとプリンを食べました。するとその途端、うひょーと神父さんはすぐに水の入ったコップに飛びつきました。みんなは何が起こったのかわからず、ポカーンとしています。
これはどういうことかしら。シンプソンおばさんはプリンの味見をしてすぐに原因がわかりました。辛い、このプリンに塩を入れたのは一体誰なの。私よ、とスーが言いました。あら、私も入れたわ、とセリーも言いました。私も、と最後にリルも言いました。おやおや、でもこれでプリンは塩加減が大事だということがわかったでしょう。はい。シンプソンおばさんの言葉に反対する人は誰もいませんでした。おしまい。